私は平成5年に一人芝居うたた寝というのを自分で立ち上げて、それでやっぱ演劇大好き、少女、夢見る少女だったので、演劇を地域の人たちに演劇の素晴らしさを分かってほしいなと思って、で演劇教室なんかもやったりして、子どもたちにイマジネーションをいっぱい持ってほしいなと思って活動してきました。自分が求めてたんですね、子どもの時に。それで音楽教室とかバレエの教室はあったんですけど、演劇教室がなかったんですよ。それで自分がもっとそういう場に出会っていたら、もっともっと深く知れただろうなというところで、自分が教える立場になったらどんな風に変わるだろう。石巻が文化不毛の地って今でも言われ続けてるんですけれども、そういうのをなんか打破したいっていうか、自分のふるさとを夢いっぱいにしたいなっていう大きな夢がありました。市民劇団を作ろうって言いながらなかなかできなくて、その市民劇団を作るためにみんなで市民から団名を募集して、それで3月11日金曜日の夜に集まって、その打ち合わせをする日だった、運命の日だったですね。49名から石巻の人からお名前をいただいたんです。で、すごい数でしょ。そうですね。それで震災前だったんですけど、その中からいろんなのを全部総合して、やっぱり夢は欠かせない。それで巻きをいろんな、やっぱり巻きっていうのもあったんですけど、全部総合して夢巻き座にしたんですね。私は団長をやりませんので、縁の下の力持ちとして、みんなが本当に希望を持てる、そしてやっぱり地域が元気になれるような、地域に根ざした劇団で、息長い劇団にしててほしいなって。そのためには私は出過ぎず、出しゃばらず、そして疑問に思ったことを一生懸命一緒に考える、そして諦めない劇団組織だってほしいなと思います。やっぱり伝え続けたいと思ったら、ずっとそれをやり続ける根性あると思うんですよ、私は。それを見守っていきたいな、応援していきたいな、自分もその一人になりたいなと思ってます。